長崎電気軌道本線の路面電車停留場。1号系統、2号系統、3号系統が停車する。首都世町停留場は1998年に長崎電気軌道の停留場の統廃合に伴い、新設された、同社で一番新しい停留場である。付近にある国道206号住吉交差点の拡幅工事により、 北隣にある昭和町通り停留場の長崎、駅前方面乗り場が廃止されたのに代わって設けられた。また東停留場の開業に合わせて、南隣にある若葉町停留場は南へ移設されている。千歳町停留場は、平洋軌道区間にあり、道路上にホームがある。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに廃される、相対式ホーム。 東側にあるのが長崎駅前方面行き、西側にあるのが赤波佐間方面行きのホームである。両ホーム間は北側にある横断歩道で行き来できる。長崎電気の調査によると1日の乗降客数は以下の通り。複合再開発ビル、チトセピアの利用客も多い。アパートやマンションなどビルが多く立ち並ぶ。スーパー、公共施設、 市営アパートが一体となった複合施設、シトセピアの最寄り手流場である。ABCD、渋滞の解消へ、電停を統廃合長崎市の路面電車。朝日新聞。AB100 年市、P114、赤波佐間方面乗り場は休止した後移設して復活。AB 電栗2005、P58、ABC 電栗、アンド宮川2000。 ピアニッシモ、4546、a b e m 2 0 0 9 P57、100年史、P130、ABC 川島2013、P44、川島2007、P116、100年史、P124。ありがとうございます。